変えられない、変えられないか。ああ、タバコで会えなければ。何今の最後のじらし。ただまあ53ターンまで耐えて3640円はなかなかじゃないですか。すごいと思います。3640円、よっしゃー、うん、よっしゃー、はい。おかしい、いいの今日500何円で。え、今日のお小遣い500何円で、今もう一回やっといた方がいいんじゃない。ただこれでもまだランクゼロが演じ中だからね。マジか。でもこれちょっと頭の使い方覚えてきたら、うん、なんかやり方があるんですよね。あ、でも確かにね、こういうゲームってガッシー得意なジャンルじゃないの。あのね、スライドパズルとか全然全然です。ダメ。あ、もうほらもうダメ、終わった。え、でも一応動かしてさ、自分の人がいたでしょ、うん、あ、本当だ。多分これね、はい、慣れてったらだいぶできるようになると思う。あ、で、500円ね、ここ。おー、ラッキー。おー、イエーイ、やったじゃん。で、これどうしようかな。こっち？まだいろいろやりようはね、ありそう。で、まあ、こうで1円を、おー、まあでもこうする。で、1円になる、あ、5円になる。あ、 でまた5円は10円に変えられる。まあ、1円をここに動かしてこうで、おー、ここに乗っけとくでしょ、とりあえず。うん、でですよね、1回1円を10円移動させ、こうして、はいはい、で1円、あれ、うん、あ、でも1円を回してこっちを10円50円にして、で、これでもね、やるとわかるんだけど、50円玉と5円玉ってなんかいらねえんじゃねえかなって思ったね。このパズル的に邪魔くさいよね。50円玉と5円玉さえなければさ。確かに。あんまり話聞いてなさそうなね、リアクションですね。これは、うん。うん、これどうしよう。10円で一回ここに置いてこうしようかな。まだ全然余裕あるし。で、さあ下の方に10円の固まっているのが見えますね。ね、これ揃えたい ね。それ5円、あ、10円かで、50円が乗ってんのか。50円邪魔だな、変えられないもんね。うん、これ一回、まあ、10円を移動させてで、こっちにとかじゃない。あ、わかった。何？50円は右のまんまで、5円玉を50円の上に乗せてっていう地道な。で、ここに乗せよう。え？まあそれでもいいかもしれない。でも早くやらないともう溢れちゃう。そう、足りるのかこの状態で。10円玉が1枚結構地味、足りないようなね感じが見えますけども。やばい。それで、あ、やばいよやばいよ。5円玉を上に乗っけて、10円のね。さあ、あ、ダメか。右50円玉でしたっけ。右1円玉ですもんね。どうしよう。見えないよ、モニターが。こうしよう。50円玉を、50円玉の行き先がなかなか難しい。50円玉、50円玉邪魔だな。10円玉を50円にして解決す。え、待って待って、これどこにも置けんたいね。あー、まあ負けた。このサポートが入るのもいいですね。50円を隣の列に移動させて、もうこれ動かす場所ないですか。ないないもんないもん。5円玉を100円の上に乗っけて。あ、待って、お、耐えられるんじゃないか。あ、右、右じゃん。うんうんうん、あ、こっち右でも50円になる。あ、こっちだ、こっち。はい。あ、間違えた。え、いや、いいんじゃない。電車の場合は上には500円までね乗っけられるっていうことだ。 10円を、そう、移動はさせられないだけなんで。500円に5円乗っけといて、500円に5円乗っけるといて、こっちにこう50円にして、で、こうして、おっと、耐えたぞ、ガッシー。4270円はすでにさっきのね、ジュビローさんの記録を超えておりますからね。あれあれ、マジか。はい、これはこの1円をね、こうしてここにこうしたいな。おっと、こうついに海岸したのか、ガッシー。うん、分かってきた、分かってきた、分かってきた、ガッシー。え、なん
さあ、500円になった。うん。ちょっといけるとこまで。10円になる。さあ、このあたり。ここからだよね。こうして。とりあえず、結構ね、あ、でも一気に見たというね。こうして。さあ、とりあえず、重ねて押す。なんだろう。こうして、こうして。完全にオリジナルで作ったら、すごくよくできてるよね。あ、50円か、これ。いやいや、ほんとだ。ほんとね。なんかやっぱこう、ずっとやっちゃうタイプのね、ゲームですよね。これ、100円どっか置けんもんな。これどうするか、どうしよっか。どうしよっかな。どうしよっかな。いや、でもこれは見ましょう。今日のガシーさんのね。これ間違えた。天の園さんが、ね、払ってくれるっていう。さあ、こっからだ。でもこれ行き場所なくない？あ、耐えられるのか。あ、耐えられそうだ。あ、楽しい。このゲーム楽しい。これこっちに持っていこう。道筋が見えるとね。で100円を持ってって、うん、で、それからっすよね。5円を乗っけるんじゃねえのか。ここどこにですか。あ、ここ10円の上かな。で、1円をつなげ、あ、ダメか。おい、1円をじゃつなげる。あんまり人の指示に従ってもうまい結果にはならないようですね。で、この10円どっかにはやりたいな。50円が下にあるじゃないですか。その10円が邪魔だよね、今。一回1円を俺の方に持ってったりとかしないとダメなんだよね。うん、あ、そうじゃない、そうじゃない。こっち？あっちろ。間に合うのか？あ、ああ、間に合わなかった。まあまあまあ、これは今もう、だってね。考えないといけないみたいですね。これじゃあ今日ガシーさんは6485円。ありがとうございます。日当ですね。日当です。日当ゆうまくん、今日も面白いアプリでしたね。うん、面白い。どういう感じなんじゃあさっき呼んでほしいってことだった。ゆうまくんね、うんうん、いやー、ほんとね、よくできたアプリでしたね、はいはいはい、面白かった。これなんかサネシルさんがハマってるっていうね。なんかあれですね、個人開発ブログで確か紹介してたはず、はい、ああ、それで、はい、それで紹介して以来ハマってる。うん、これすごいよ、よくできてるよ、うん、はいはい、こういうラインですけどもね、ガッシーのさっきの6485円で小学生級だからね、はい、そうそうそう、だから結構ね、多分慣れてる人相当稼ぐよね。そうそうそう、いや、ハードル高いんだと思って、うんうん、なんか今見た感じ結構やったじゃんって感じだったけど、まだランク1で小学生級だから。そうだよね、ねえ、うん、中学生級、高校生級となっていくんでしょうけども、うちの会社もこれで給料決めてくれたの。いいの？低くなっちゃうね。いや、でもやればやろうと絶対上達するじゃん。それでもそこまでね、いかないでしょう、ね、1日あたり、1日あたり、ね、毎日これで決める。ねえ、さあ、ということで、はい、はい、今ね、コインラインですけども、はいはいはい、いくらですか？作ってるのはまずはね、キートンコム、キートンコムさん、はい、が作って開発してるらしいですね、はいうん、はい、そしてですね、こちら、なんとですね、 iOS 版と Android 版、はい、どちらもございます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。しゃー、そうですね、そしてですね、うん、価格は、うん、なんと、はい、無料でございます。おー、ありがとうございます。無料でございます。いちいちリアクションがなんかね、昭和だよね。ポッ。さあ、ということでね、何、もういいの？いやいやいや、ポッ。うるさいよ、ほんとに。なになに、なんでうるさいって言ってるの？私、パンと大きい音ちょっと嫌だった。あ、そうなの、ごめん。すいません、ガッシーさんのね、ご機嫌も取っていかなきゃいけない。ガッシーさんもぜひね、はい、まあちょっとこう
パズルゲームなんでね、うん、はい、あの多分時間がいつの間にか過ぎていくんじゃないですかね、やってるとね、はい、夢中になっていくとそういう感じになっていくんだと思います。ぜひね、皆さん遊んでみてください。はい、はい、ということで、ファミズアップチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。PC で見てる方は右下のトロンボーンの方、えスマホで見ている方は動画の概要欄からぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてファミズアップニコ生チャンネルもね、ファミズアップニコ生部ね、あニコ生部、ニコ生チャンネル、ファミズアップニコ生部です、はい、火曜と木曜、ニコ生配信していますので皆さんぜひそちらも、割とコメント読みますよね、うん、てか全コメ大体読んでるし、うん、まあ、まあ読むはよくよね。そう、読むは読む、読み上げるかはまた別だ、アリーナとかね、そのまあ立ち見とかも読めるしね、うん、ちゃんとね、そう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 、全コメ読んでるんでぜひ皆さんコメントね、はい、お願いします。科目以外もちょいちょいやります。科目以外もだったら臨時でね、あのゲリラ的にね、うん、ゲリラ的にやります。はい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 、はい、そう、なんか岩田さんと小川さんがしゃべるやつもあるらしいよね。そう、ちょっと実験的にやってみようかなっていう、はいはいはい、そこではやっぱね、普段語れないことをね普段語れない、やだやだ、普段語れないことを語っていきたい。やらしい。あ、そうそう、ガッシーがなんかやるやつもあるよね。あ、ガッシーさんもね、一応ね、はい、まあ衝撃的な第1回目だった号泣から始まる。あんなアプリで号泣する人なんて想像つかなかったよ俺は。じゃあなんか先にこういうアプリって教えてくださって出ればこうね、対応できたんですけど、ね、構えがね、うん、そう、急に来たから、急に来ても別に大丈夫だけどなすごいミンチみたいな、わー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 、うん、よかった。いや、まあでもあれはあれでよかったよね逆にあれはあれでよかった。じゃあよかったです。はいはいはい、まあだからまあね、皆さんのいつもじゃあね、見れない姿がそこでは見れると、うん、そうですね、入会すれば見れるわけですね。はい、見れます。いやー、じゃあぜひ皆さんね、入会してみてください。はい、それではまた明日、はい、15、はい、はい、お会いいたしましょう。さよなら。